2枚の折り紙を使って折りますまずは顔の部分から折っていきます折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を 中心に向けて折ります次にこの部分をこの横の筋に合わせて細く折りますこれを開いて今度はこの部分を縦の筋に合わせて折ります これを開いて、裏返して、反対側も同じように折ります。この部分に、この部分を合わせて折ります。次に、縦の筋に、この部分を合わせて折ります。 こも開いてこれを上から開いてこのように正方形に折り返しますそしてこの三角を立ててこの隙間を広げて折り筋に合わせてこのようにつぶしますそしてこの紙をめくりながら下側を折り筋に合わせて このようにひし形に折ります。この三角を下に閉じます。これを右に閉じて、反対側も同じように折ります。下側も折り筋に合わせてひし形に折ります。 三角を下に閉じて、これを裏返して、こちら側も同じように折ります。中を広げて、潰して、下側を折り筋に合わせて、ひし形に折ります。 次にこれを上下ひっくり返してこの三角を下にめくって両側の先を中割り折りして真横に向けます反対側も根元から中割り折りして真横に向けます そしてこの先を内側に折り返して立てます。立てた先をこのように上に潰します。反対側も先を内側に一度折って立てて中を広げながら上に潰します。三角を上に閉じて 半分に折ります。そして、この先っぽを根元からこのように半分になるように折り返します。反対側もこの部分を半分に折り返します。閉じて、先の尖った部分を 内側に小さく折ります。これで顔の部分は完成です。次に体の部分を折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。 これを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折りますさらにこの部分を横に合わせて細く折ります これは開いて裏返して反対側も同じように折りますこれを開いて上から開いて正方形に折り替えますそして 紙をめくりながら折り筋に合わせてひし形に折っていきます裏返して反対側も同じように折ります こひし形の手前の三角を下ろしてこの部分をこの真横の筋に合わせて折り目をつけます開いて反対側も同じように折りますこのままひし形を半分に閉じて このように折ります次に下の先っぽをこれに合わせて折ります折ったものをこの部分に合わせて折り返します折り返したものを広げて先っぽを折り返します この先っぽをさらに上のこの部分で外側に折り返します。下側の先をこのように中割り折りにします。その先っぽをさらに上側に外割り折りにして その先っぽを内側に曲げて中に閉じます。上の先っぽはこの横の筋に沿わせるようにして外割り折りにします。これで体の部分は完成です。 顔と組み合わせていきますこの真ん中の紙の部分にこの先っぽを沿わせて挟んで位置を合わせてホチキスで留めます。形を整えて。 これで、キングドラの完成です。